皆さんほらこれ98位の方まで書いて、ギリギリさ乗らなかったんだよね、あのイベントに、ちょっとギリ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 ちょっと乗らなかった、後で載せますね、写真撮って755に。見て、あ、そう TikTok さっき1時間ぐらい前からさっきじゃないかちょっと前に録音しました、ぜひ見てください。あの時何個か撮ったから2つぐらい撮ったかなと、なのでまた載せます。あのさ、チャイナドレス着てなんか猫のやつニャンニャンみたいなやつあれなんかちょっと間違えたバージョンがあるんだよね、だからそれも今度載せようかな、間違えたバージョンだったら今日載せたやつ、誰かにコラボしてもらおうと思ってしやすいようにコラボしやすいように、どうやってコラボするの、え、なんかコラボどうやってするのが正解なんだろう、分かんない、なんか2つ端末使ってやってる人もいる、なんかだから私が踊ってる動画を前に置いて、あ、端末置いて流してる端末をで違う端末で撮るみたいな、分かんない、でもとりあえず横向きで撮ってみた、そんな感じでみんな撮ってる、うん、みんな横でやってたから画面その置いて撮ってる人とかも、だから横にした、明日はね、何時に8時に起きる、え8時うん、そのぐらい朝に起きて行かないといけないところがあるからそれやって、それをプロデュースのマジシャンを撮る、あ、そうだ、で明日は、え、明日だよね、うん、明日はショールームいつもより早い時間にやろうと思ってます、夕方6時までには終わるから、うん、4時半とか4時とか時間があったら4時からしようかな、うまく写真が撮れればうまく写真が撮れれば、ね、間に合えばそう、セルフプロデュースの写真撮るのでいい感じに撮れたのがいっぱいすぐ撮れればすぐ終わるけど、終わら取れなかったら長いから2時間できたらしようかな、
でも1時間以上はするつもり、1時間はするつもり、わからない。また明日いますね。でも夕方です。そのぐらい、4時遅くて6時までに終わるって言ったよね私。だから5時からぐらい、多分5時には間に合うと思う。終わると思う自分で終わってると思うから、セルフプロデュースの私と。で早くて16時ぐらいから、わかんないけど間に合うかかな。グミッツで食べたけど外パリパリで美味しかった。私まだ食べてないわ。食べようと思ってたのに、今日アイス食べちゃった普通に。おやつ明日食べよう、ね、グミッツェル。なんかパリコレっていうグミが迷ってて、あれ好きだったんだよね。気づいたらなくなってたけど。食べるの楽しみ。五色の方、五色だっけな、少ないやつ、それしかもう残ってなくて、その時行ったら。なんか他にもさ、ハロウィンバージョン、ハロウィンかな、なんかとか、あのいっぱい入ってるやつとかもあるんだけど、あの800円ぐらいのやつ、そのそれしかもう残ってなくてそれ買った。賞味期限結構ある。賞味期限は12月とかだった気がする。アイス、何のアイスだろう、なんかコーンのアイス、ヨーロッピアン志願校ではないんだけど、上がチョコレートでコーティングされてるやつ。そう、美味しかったらまた今度買いに行こうかな、好きだったら。でも多分絶対好き、前食べたもん、あのグミッツェルじゃないけど。チーズのクッキーも美味しかったし、ハロウィンバージョンね。ハロウィンバージョンどうなんだろう、なんだろう、わかんないなかった、売ってなかった。そう、人気だからね。池の目線詳しくない、いや全然。なんかなんだっけ、行った箇所、その2つの店しかわかんない。なんか他にもいろいろあったけどよくわからなかった、いろいろありすぎていろいろあるよね、あそこの駅の中。ちょっとありすぎてわかんなかった。キチカのお店がいっぱい並んでる。キチカ？改札の中のところ改札の中のなんかいっぱいお店があるところ。迷子になっちゃう、よかる。迷子になったもん普通に。どこにあるか分かんなくて、改札の中にあるの知らなくってさ改札の外だと思って一旦出てみたらさ、え、マジで分かんなくて、改札の中かなと思って入ってみたらあった普通に迷子になる。あんま東京駅乗り換えするぐらいだからさ、行ったとしてもなんか駅の中ちゃんと見たことなかったから分かんなかった。その買い物したことがなくて、東京駅で本当に塗り替えぐらい
初めて買い物した東京駅で。東京駅の中もあったら新宿駅もあった。新宿はあれなんかあるじゃん、あのお店がいっぱいある、なんだっけ、なんだっけ、あれ忘れちゃったどう忘れお店、あの服とかいっぱい入ってるとか、そういう、そこ、あ、ルミネ、そう、ルミネ、ルミネとかに行ったりするから、めっちゃ時々ほんとにめっちゃ食っちゃ時々で、だからそこら辺は分かるけど、それ以外は分からない。でも新宿駅も迷うよね、なんかもう迷う、普通に出入り口多すぎて初めて渋谷行った時の感想。え、まず、あ、まずね、あのさ、改札ハチ公、ハチ公前、あのあれじゃん、あのどうぞに行ってみたくて、まずそこを探すのにどこだろうってなったまずね、え、どこってなった。改札なんかあるじゃん、それハチ公、なんか近い改札のハチ公、あ、そう、ハチ公口、そこ上見ながらさ、書いてあるじゃん、こっちみたいなめっちゃ探してて、写真撮、あ、撮ってない、写真撮らなかった、見ただけで。スクランブル交差点あるじゃん、あ、うん、いや、すごいと思った。あ、テレビで見たことしかないからさ、なんかニュースとかでさ見たことないから、都会だって思ってフフ。109見えて、109は行ったことあるよ、何回か行った。そう、109に行きたくて行ったの、服が買いたくて、確か。スカイツリー、スカイツリーは行ったことない、見たことはあるけどなんていうの、その近くまで行った、あのほらゆいゆいとのやつで、あの前にプラチナ、フラッシュさんでのグラビア、あ、やった時に、ゆうゆうと二人でやった時にスカイツリーの近くに、近くで写真撮ったの。そうそう、浅草で、そこら辺までは行ったことがある。でも、あの、え、ちゃんと行ったことはない。ちゃんとあの、行ったことはない、見たぐらい、本当にエクスペリアってなんだっけ、
なんだっけ、なんだっけ、それスカイツリーの真下に、そう真下に上げてない、そう浅草ぐらいまで入ったことあるけど。ディズニー近くのショッピングモール、ああれか、行ったことある、行ったことあるけどちゃんとした買い物したことはない、なんだっけ、何したっけ、ひなこと行った時に、ディズニーに行った時に、ひなこと行った時にで、イクスピリア行ってタピオカ飲んだ。ぐらい。タピオカ。あの店と、ゴンチャ？ゴンチャだっけな。行って、タピオカ飲んだ。それでしか行ったことない。ソライコーデで行った時もある、1回だけある。いやね、同じスカートを持ってて、たまたま同じスカートと靴を持ってて、お揃いので服はトップスは、ひなこが誕生日プレゼントでくれて、お揃いの服をで、アウターもなんかモコモコのちょっと似たような感じのやつで、でクスピアリか、間違ってた、なんだっけ、靴下もね、同じのも、同じのじゃない、似たようなリボンの靴下持ってて、ほぼほぼ全身一緒だった。スカートと靴下と、靴下じゃない、スカートと靴と服は一緒、お揃いだで行った時が1回だけある。何回か行ったことあるんですけど、ディズニーは一番ひなことが多いかな。雪丸と二人で行った時もあるし、あとはのんのんとひなこと三人で行った時もあるし、ひなと二人で行ったのは一番多いかも。服まとめてガツンとか、服はでもそんななんか欲しいと思ったのがあれば買うって感じ。感じだから。どうだろう。その時による。ピエールランドも一回だけ？ひなこと行ったことがある。楽しかった。大分にもあるんですけど、そういうサンリオのテーマパーク、ハーモニーランドっていうのが、どっちも楽しい。でもどっちかっていうとハーモニーランドの方がちっちゃい子向けかな。でピューロの方がなんか。でもどうだろう、ハーモニーランドはねアトラクションが多い、なんかそのジェットコースターとかもあったりするから、観覧車とか外だからさ、ピューロは室内だけど、それもちっちゃい子とかでもが
もう乗れるようなジェットコースターとか、なんかちっちゃいんだけどさ、でもちっちゃく向けなんだろうけど、速度はめっちゃ速いのよしかも結構曲がるからすごい遠心力がかかる。なんかちっちゃくってさ全然速くなさそうなのに、まあまあな私スピードかも普通に大きめのジェットコースターもある。でも全然怖くないやつ。あとは最近できたのかな、新しいなんかシナモンのアトラクションもある。それも楽しい。あとね、大きい観覧車となんかちっちゃいなんかね壁についてるなんか観覧車みたいなのもある。そうだから、そうちっちゃい子とか幼稚園生とかが遠足とかで来たりするのかな確か。ピュアランド船しかない。あ、それハーモニーランドにもあるよ。ハーモニーランドにもあるし、ピュアロもなんかいろいろあって、あ、ピュアランドにあるよね。いつもハーモニーランドにあってさ、なんかさ写真撮れるやつなんだっけ、なんか。ピュールランドはなんかさカードみたいなのを持って写真とかゲームができるアトラクションがあって、それハーモニーランドにもある。そう、でもどっちも楽しい。でも写真撮る場所が多いのはピュールランドかな。室内だからなんかそういうスポットが多い。ハーモニーランドって結構、ハーモニーランドは結構広いよ。市内から、大分市内からは、いやなんだっけな、大分駅から電車で行って、そっからバスかタクシーでピュールじゃないわ、ハムニーランドに行く感じ。20何だったっけ忘れちゃった。私まだ端末持ってくるの忘れたわ。わあ。23時30分になったら誰か教えてください。真ん中だお願いします忘れちゃった。調べたらピューランドの5倍の広さ、あ、5倍もあんの、でかっ。ハーモニーランド大人一人でも楽しめる。ハーモニーランド一人でも楽しいと思うけど、でもなんか友達とかと行った方が絶対楽しい。パレードはあるよ、ハーモニーランド。なんかパレード以外にも結構なんかちっちゃいじゃない、なんかさショーをするなんかステージみたいなのがあって、そこでビンゴ大会とか、その今日誕生日の子を祝うショーとかなんかいろいろなショーがあったりする。パレードもある、グリーティングとかもある。いつできたんだろう。でも私はちっちゃい頃にはもうまたちっちゃい頃家族で行ったりとか。ハムニーランドで有名な食べ物有名な、なんかでもピューロにあるようなさキャラクターの食べ物、カレーライスとかさあるじゃん、そういうのもあるよハムニーランド。でもその種類の多さとかで言ったらピューロの方が多いかな。前行った時があって、
ったんですけど、ハーモニーランド、その時はあのウサギのキャラクターのメルちゃんってキャラクターがいる、メルちゃんかな、いるんですけど、そのキャラクターのなんだっけな、あれオムライス、オムライスみたいなやつ、ソースがかかってる、ホワイトソースがかかってるやつを食べた。お土産のお店が入ってすぐにいっぱいあるんだけど、いっぱいあって、結構3カ所、3、4カ所ぐらいあるかな。3、4カ所ぐらいある。みんなのターボはさすがに、みんなのターボは観覧車、あの大きい観覧車にいる。結構いろんなキャラクターの絵が描かれてあって、その観覧車一つ一つに。ターボもいる。あ、30分ありがとう、教えてくれて。じゃあそろそろ読むか。そう、楽しいよ、ハーモニーランドも。でもなんかそう、写真とかをたくさん撮りたいだったり、食べ物の種類の多さを選ぶんだったらピューロだね。でもアトラクションが多いのは絶対にハーモニーランドだと思う。多い、うん、あとめちゃくちゃ広い外だから。じゃあ13位から読もうかな。13位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。12位ラスカールさん、ありがとうございます。11位トッシー、ベビースターマンさん、ありがとうございます。10位香港の春マートマーク強化おしさん、ありがとうございます。9位バトニーさん、ありがとうございます。8位 WY アットマーク影の守護神エンジェルズおしさん、ありがとうございます。7位としのりさん、ありがとうございます。6位まさむねさん、ありがとうございます。5位ゆきひょうさん、ありがとうございます。4位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。3位ディノッツさん、ありがとうございます。2位ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。そろそろもらおうかな。あとでこのランキングのイベントのランキングの写真撮って、ちょっとに書いた、こっちかで書いて7午後に載せます。待っててね、ちょっとあとで写真撮るので、まだ撮ってないから、あ、置いちゃってるか、載せます。じゃあそろそろ終わろうかな。ごめんね、今日短くて。明日は18時までに終わる感じなので、遅くても17時ぐらいからすると思います。できれば16時ぐらいからするかもなので、また明日言います。また明日7午後で書きますね。あと TikTok も投稿したので、ぜひ見てください。じゃあそろそろ終わろうかな。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。おやすみ。